はい、こんにちは。こんにちは。どうも。はい。ローガン・ラガンズ原宿メモリアル番外編、うん、金田集、うん、吉田さんの番です。北方領土、うん、あのね、はい、今問題になってるでしょ。ロシアの大統領がなんかいくらとか食べてさ、うん、私の実家がね、はい、ここなんですよ。ここはあはあはあ、見えんですよね。この右、なんか北方領土って言うと北のイメージありますけど、右、実は東の方の、はあ、ね、横はあの歯舞前、歯舞前、はい、シコタン、シコタン、国後、国後、エトロフ、エトロフ、はいはい。でもね、歯舞前とシコタン2頭返せみたいな話もあったんですけど、はい、ありましたね、分割で。こっちね、こっちに比べるとね、うん、ちっちゃい、ちっちゃい、うん、ちっちゃいですよ。すごいちっちゃいのこれ、うん、はい。こっちはなんかね、沖縄と同じぐらいだったっけな。お、結構大きいんですね、じゃあね。あと鳥取と同じぐらいだって、どっちかが。ほんほんほん。でこっちはね、ちっちゃい。まあちっちゃくたって領土は領土ですよ。まあそうなんですけど ね、早く、はい、よろしくお願いします。返していただきましょう。はいはいはい、はい、制限時間がですね、5分間でね、うん、私が出したお題に答えていただきますと。今日のお題ちょっと難しい。そうですか、うん、難しい難しい。頑張りましょう、はい、欲しがりましょう、勝つまでは。はいはいはい、いきますよ、はい。こんな韓流スターは嫌だと。韓、はい、うん、流スターよし、ペヨンジュンしか知らないんだから。あとなんとチェジューとかもスターですよ一応。チェジューはね、うち あのペットの名前もジューだから。それはあやかったんですか。要は冬のサラダしか知らないってこと、ね。ああ、うんうん。あとなんかチャンドンゴンとかいますよ、名前だけ知ってます。ああ。イビョンホンとか。あのなんかね、韓流のね、あの四天王。ほんってなんか一時期言われてた人たちがいて、ほう、あれなんか向こうでは別に言われてないみたいだね。なんか日本でこう盛り上げるためにこう、あの D2 さんのね、うん、あ D2 さん、D2 さんの策略でございます。 D2 さんが、はい、あ、いやいや、ちょっとね、 D2 さん、 D2 さんが、はい、はい、では参りますよ、はいはい、スタート。うーん、さあ、めっきり寒くなってきた今日この頃。あれ寒流じゃないんだよね。あれ寒流って読むらしいですよ、ね、僕もよく知らないんですけどね。うん、吉井さん以上に多分知らないです。そうなの、はい、じゃあなんでこんなお題にするの。昨日ひらめいたんです。あの料理のさ、 NHK であったら料理のドラマとか知らないでしょ。全然知らないですよ。うん、うん、韓国は、あ、まあ、はい、実は韓国ってすごく近いですから。はい、近いですね。韓流と言ってますけども、はい、実は九州出身の日本人だったと。なるほど。一応韓流ブームに乗っかってやってきただけで。そうそうそう、あ、お前大分出身だよねみたいな。韓流じゃないじゃんみたいな。なるほど、はい、はい、3ポイント。はい、はい、なるほど、好調な滑り出しをしております。好調な滑り出しですか、ありがとうございます。今日ちょっと早朝なんですね、収録が、ね、そうなんです。いつもはあの昼下がり、ね、昼下がりに眠たくてしょうがないんですけどね、あれね。そうなんだよ、はい、うん、さあ、お届けしております、原宿メモリアル番外編このダッシュ、今日は第99週でございます。うん、あ、99週、ええ、すごいね。来週は100週ですよ。通算600回超えておりますね。思い返せば、はい、はい、でいつもキム・ジョン・イル T シャツを着ていると、うん、これ国勘違いしてません。はい、上の方ですよね、あれね、上の方ですよね、上の方だね、うん、うん、なるほど、キム・ジョン、ちょっとだんだん言ってはならない方向に行ってしまってるような。いや、大丈夫かな、大丈夫かな、はい、はい、いつも24時間 T シャツを着ていると、うん、24時間 T シャツ着てなんでですか、あのほらテラスタさんの T シャツみたいなやつですよね。あれは違いますね。あ、違うんですか。テラスタ T シャツです。あ、そうですか。マラソンとかしないです。マラソンとかしない、はい、まあ、するものかと僕は思ってましたけどもね。あ、そうですか、はい、あとね、あの韓流スターっていうのはいろいろ調べたところね、はい、はい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 、あのやっぱ男性のね、うん、俳優さんっていうのが、うん、みんな筋肉質なんですよ。あ、なんか肉体美をねやたらアピールするんですよ。マッチョ、あのヨンさんも実はすごいね、もうすごいんですよ、あんな顔して、うん、へえ、マッチョマンですね。さあ、
もう間もなく、もう半分経過しておりますが、はい、ちょっと意味わかるかな、はい、隠れ肉襦袢のやつが多い、うん、これじゃあ説明していただきましょうか。肉襦袢って意味が分かんないもんね。そうですよね、きっとね。肉襦袢ってなんかこう筋肉 の, あのなんかこうぬいぐるみみたいなやつ、うん、筋肉マンとかのこうあの衣装みたいな、はい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 、お前それ嘘の筋肉だろみたいな実は隠れ肉襦袢、ね、それを着ないとやっていけない的なね。そうそうそう、なるほど。それじゃ韓流と認めないよみたいな。あ、本当はすごいガリガリなのね、うん虚弱体質の韓流スターみたいな肉襦袢ね、はい、そうそう。さあ、うん、あと1分40秒ですね。あ、もうそうなの。はい、うん、さあ、あ、はい、どーん。冬のそなた、春のどなた、夏のあなた、うん、まあ、うまいことまとめてしまった。うまいうまい、そうなんかでもね、冬のソナタがヒットした時に、はい、その冬のソナタの監督さんが、はい、なんか続編じゃないんだけど、うん、なんか春のなんたかっていうのもあるんですよ一応。へえ、うん、あるんですか。春のどなたじゃないけどね、春のワルツ。あ、春のワルツだった。あ、それでも聞いたことありますよ。あ、秋の、秋もあるの、秋のミッキーマウス、春夏秋冬がある。春夏秋冬ある、ね、泉谷しげるさんばりですね。ああ、うん、はい、ね、そこでなんだっけ、ヒルクライムとか言わないのがいいんですよ。うん、はい、残り30秒ですよ。北の将軍様とね、はい、最後かな。最後ですね、はい、ドーン、はい、少女時代は昔、売れぬ前は幼女時代だった。なるほど、そりゃそうだよ、そりゃそうですよ。でもうまいので10ポイントは差しちゃうけど、ありがとうございます。はい、ではまとめでございますが、はい、はい、今日のお題はいかがだったでしょうか。そうね、本当はね、本当はね、もうちょっとね、うん、あのドラマとかね、うん、私も何個か見たことあるんで、韓国のドラマね、でも多分分かんないだろうなと思って、一般の子見てる人はさ、はあ、韓国のさ、うん、だからまあ割と幅広い感じで、うん、あ、分かんない人に分かるような感じで、ちょっとキャッチーさで、キャッチーさ、うん、よく分かんないけどまあなんていうかな、こう、まあいいや、はい、ありがとうございました。はい。